はい。カブカブパーダイツで,です。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。はい。それではまず、今日の日経。はい。日経。今日は44円下げましたね。はい。で、前日のダウンはね、まあ、反落で184ドル安ということで、コロナの再拡大を懸念と。 いうことだったんですけども、まあ日経もね、それでまあちょっと渋くて、小判落ということで、44円下げたということになりましたね。はい。うんで、まあ、チャート長期で見たときには、と全然、まあ、ここのね、あの相変わらずここで横横してるんですね。この26,500円のところの上のところでね、横横になってるんですけども、<laughs> はい。まあ、ここからね、ちょっと上にぴょいって出るのか、下にどすんでいくのかね。 全然わかりませんけども、はい、まあ、どっちにぶれてもね、あのうまく対応できるようにね、していきたいと思いますけどもね、はい、それからですね、あと、マザーズなんですけども、はい、で、マザーズはね、またちょっと1%以上は下げてしまったんですよね、で、このね、毎日見る75日線からね、こう、下にね、行っちゃってるので、なんとかね、これをもう一回ちょっと上に行ってね、あの、上の方に行くモメンタムにね、こう、クイッとね、 なんとか直してほしいですけどもね。これね、ちょっとまだ今ね、下向きになっちゃっててね、ちょっと元気がないのでね。はい。なんとかお願いします。はい。頑張ってください。以上、試合関連でした。はい。続いて、テーマ別で毎日見ている、この巣ごもり関連と旅行関連の比較ですけども。はい。でね、左のこの巣ごもり と、リモート関連の方がね。今日はいっぱい下げたんですよね。まあ昨日ねいっぱい上げたっていうのもあるんでしょうけどで、右側の旅行関連はね。まあ3分の1ぐらいはね。上げたんですよね。で、ちょっとね。これが意外で、あの Goto ト,トラブルトラブル Goto ト,トラベル g o t トラベルキャンペーンがと一時的にね。ちょっと停止するっていうことになってますよね。年末にね。 でまあ、そういうのが出たにもかかわらず、まあ、3分の1ぐらいは、ね、上げてるんですよね。うん、ということで、まあ、これもねあの、そこまで極端に、ね、マイナスっていうわけではないんですよね。業界全体でね。うんはいまあ、ワクチンへの期待もあるんだと思うんですけども。ということで、凄、は、森、い、と旅行関連の比較でした。はい、続いて、まずは、連、は、日、い、上げていた水素関連なんですけども、はい 今日はね、この中国工業っていうのがね、またバック上げして、で、これが20%以上上げたんですよね。うん。なかなかですね、これまあ、動きがすごく激しくて、こう、大きくね、ギャップアップして、すごい上げたんですけども、一瞬こう、昨日のね、あの、値段の格がのところまでね、こう、タッチしたら、いきなりまたね、こう、リバってきてね、それで最後の方にグーって上げたっていうね、うん。いや、なかなか。 忙しいチャートでしたけどもね、はいこれはね爆上げでしたね、あの価総額がね小さいんですよね、だからこれをまあデイトレードとしてね、こうこれでいろいろ稼いでる人たちがねいるんじゃないですかね、はいただねそれ以外のちょっと王道の宮入りバルブが、ね、5%以上下げてしまったんですけども、はい、うん、まあちょっといっ 一旦これ下げてね。まあ、でも ng を描いてね。またこう上がっていってほしいなと思いますけどもね。はい、うん、まだね。そんなチャ,チャーター死んでいないと思いますんでね。はい、頑張ってください。はいで続いてですね。あと、新日本リッカーもね。ちょっと今日下げたんですけどもはい。これも昨日のね。下ヒゲのまだ上を行ってるので、うん。まだ大丈夫だと思うんですけどもね。はい、まあまたね。ちょっと慈愛次第でね。あの少しまた上がっていくんじゃないかと思うんですけどもはい。 うんで全機能のね、この高値をね、ま、た取りに行くような機会がね、きっと来るかなと思いますけどもね。はい。どうでしょうね。はい。期待します。頑張ってください。はい。以上、スイーツ関連でした。はい。続いて、EV 関連なんですけども、はい。今日はね、EV 関連、このリストにあるやつはね、一つを除いて全部下げてしまったんですよね。はい。うんで、連日ね、特に上げていたこの天正電気っていうのが、まあ、大陰線を引いて12%以上下げてしまったんですけども、 うん、まあでもねあの上げたところはねこのぐらいまで上げているので一日の動きでいくとねまあまあね朝は上げたんですよね朝上げたんですけどもそこからねこう売られてガンと下までねと大引けの方になってからガクンとね下げられたというような形に、ねまあ、なりましたけどもねまあこれはあのー、連日ね上げていたので まあ独、ね、どこかで大陰線は来るような形ではありましたけども、まあ今日来たということで、で、ただね、毎回、このこういう相場だと、一回大陰線を引いたとね、この辺でね、また拾うとね、意外と翌日ギャップアップしてね、また上がっていったりするので、<laughs> まあそれ富士世紀のね、パターンですけども、はい、これがね、天使電気にね、果たして当てはまるかどうかですよね、はい、うん、これもね、また注目していきたいと思いますけどもね、はい。 以上が EV 関連でした。はい。あ、あとね、田中。田中角拳もね、これ、うん、今日は下げてしまいましたけども、3%ぐらい。うん、でもね、この第4戦の中にね、いるので、はい、全然大丈夫と思いますけどもね。うん、まだまだね、全然チャート死んでいないので、はい、またね、NG を描きながらね、うまく上がってほしいと思います。はい、田中、頑張ってください。はい、お願いします。で、続いてですね。 で新型コロナ関連なんですけども、はい。で、新型コロナ関連でですね、今日はちょっとね、いっぱい下げたのが、テラなんですけども、はい。テラ8%以上下げましたけども、うん。で、まあ、これね、なんで下げたかっていうと、と、まあ、今日は特に資料を用意せずに口だけで喋りますけども、<laughs> あの、まあ、経営陣の方がね、ちょっといろいろ移動したりとかね、やめたりとかね、なんか、 うん、あとは、その、出資をね、第三者割合ってのね、増資をするっていう予定だったものが、と期日がね、伸びたりとかしてということで、まあ、あとはですね、当初に対しての、その、改善のね、報告書を出さなきゃいけないんですけども、それの期日がね、ちょっと厳しくなっていて、で、それにちゃんと間に合うのかっていうね、話があるんですよね。はい。ということでね、うん、まあ、いろいろね、問題山積みですけどもね。 はい。寺がね、今後どうなるか、見ていきたいと思いますね。最後までね、もうあのー、この会社がね、どういう会社だったのかっていうのがね、はい。ということでね、まあ、そこだけはね、見たいと思いますけどね。はい。以上、新型コロナ関連でした。はい。続いて、えっと、5G 関連ですけども、あそうですね。その前にね、あのー、防衛関連なんですけども、今日ね、防衛関連がね、まあ、昨日ぐらいからね、なぜか上がっていて、今日ね、特に細谷が、 10%上げたんですよね。はいうんでね、これ、あのー、なんかね、もうこの辺からね、ちょっとなんか上がってきて、怪しい感じはね、まあったんですね、この辺ぐらいまでね。で、昨日も上げてね、今日はがに下がるかと思ったらね、今日はね、もっと上げていったっていうね。いや、これはね、どういう仕掛けなのかね、よくわかんないですけどもね。はい。まあでもね、この直近のね、高値であることには間違いないんですよね。うん。で、 北朝鮮から密、ね、林が飛んできたわけでもないし、まあ、あえて言うとすれば、そのバイデンさんのと、まあ、選挙人の投票で、まあ、ほぼもう確定だっていう状況の中で、何、うん、かね、あの中国かどっかとどんぶちやるのかっていうようなね、話の <laughs>、とんでも話はねあの、なんかそんな空想をと語って、でも上げていくようなことがね、 まあ、あるのかどうかですけど <laughs>。まあ、もう、だから、なんで上げたのっていうのはね、全然わかりませんけどもね。はい。ということで、うん。まあ、昨日ちょっとね、あの、かなり気にしてたんですけど、言っときゃよかったなと思ったんですけど、まあ、この辺からね、気にはしてた,たんですけど、こんなに上げると思わなかったんで <laughs>。はい。ということで、防衛関連上げましたね。細谷とね、それから石川も上げたし、うん。この辺ね、上げたんですよね。はい。ということで、なんでか知りませんが、上げてます。はい。続いて、5G 関連。 5G 関連はですね、まあ、ちょっと厳しかったですけども、リバイエレック、毎日見ているリバイエレックがと、まあ、ほぼ変わらずでね、8円下げたんですけどもと、まだね、チャートは全然死んでいないので、またね、この横横になりながらも、NG を描いてね、うまく上げてほしいと思いますけどもね、うん、はい、まだまだね、チャートは崩れていません、大丈夫です。きっと、はい。はい、次はね、IPO 関連ですけども、はい。 で、スタメンなんですが、昨日言っていた、はい。で、スタメンね、寄って、でね、ちょっとガクガクって下がってしまいましたね、残念ながらね。うん。まあ、寄った後にね、結構上げたんですけどね、まあ、ここまでバンって上がったんですが、そこからちょっとね、かなり売られ,れる形になってね、大きい陰線を引いて、初日終わったという結果になりましたね。はい。まあ、でもね、この、事業内容が、 エンゲージメント系プラットフォームの開発及び提供っていうようなことで、うん、なかなかね、あのまあ、僕の好きなようなねあの、携帯の会社なんですよね。うん、まあ、それにしてはですね、寄ったのがね、公募価格の、ね、2.3倍なんですよね。うん、公募価格が880円に対して2051円ということで、まあ、2.3倍で寄ったので、まあ、そこまでねあの、高く上がった。 上がって寄ったっていう感じではないので、もうちょっとね、上がっていくかと期待はしていましたけども、まあ、そこまでね、初日は上がらずということになりましたね。うん。はい。まあ、で、このね、ロックアップがだいたいこう、180日っていうのが8割ぐらい、うんで、残りのね、2割ぐらいが1.5倍でね、まあ、ロックアップがね、解けるっていうことなんですけどもね。はい まあその2割がね今日降ってきたかどうかですけどもはいうんまあこれもね継続的にね見ていきたいと思いますねはいスタメンでした続いてですねもう1社ね今日上場して寄ったのがビーングなんですけどもねはいでこちらもね寄ってからねまあ一瞬上げたもののまあ、その後でねでギューンとね下げるということでまあこれも大陰線をね非常一引いたという形になりましたねはい で、これはね、どういうことじがないかっていうと、これ昨日も話しましたけどもと、まあ物流なんですよね。物流。はい。で、ロックアップはですね、と90日間なんですよね、全部ね。なので、完璧に、まあ、90日間ね、こう大きいよりはね、出てこないんですけども、この人たちの中からは。まあ、そうは言ってもと、抽選で当たった人たちがどんどん売ってきたという形になったと思うんですけどね。はい。ということでね。 残念ながら、ンさんを引いてしまいました。はい、でこれもと大して上げてはいないんですね。これは1.4倍でね、寄ったという形になりましたね。はいうんまあ、ただ、まあ、物流っていうことで、まあね、ちょっと厳しい状態かなというような感じですけども、まあ、でも巣ごもりのね生活、新しい生活様式ということで、まあ、物流のそのね、 演技に対するその需要とかね期待感があるんであればね、ねまた上がっていく機会もあるかなとも思いますけどもね。うん、はい、どうでしょうかね。はい、で今日の IPO でした、上場したやつ。で、明日ですね、またね、2つ上場するんですよね。で、1つ目がこのバルミューダっていう6612なんですけども、はい、で、これの事業内容が家電製品の企画、製造、販売ということなんですよね。うん ということでね、まあどうでしょうかね、これはね、どんな感じになるかですけども、で、ロックアップは、まあ180日っていうのが、と大体こう9割ぐらいあるんですよね。うん。で、残りが、とまあ何も、ロックアップがないという状態になってますけども、はい。ということで、まあこれはどんな動きをするかですけどもね、うん、まあすごくね、安く寄ったらね、あの、 いいかなっていう、いいってたなんだな。すごい安く言ったらね、そこから上がるかなっていう感じはしますけどもね。どうですかね。はい。で、次。もう一種あって、ファストフィットネスジャパンっていうところなんですよね。うん。7092。で、これはまあフィットネスクラブなんですよね。これもね。うん。ということでね、ちょっとフィットネスクラブね、今どうかな。これもね、ちょっと厳しいと思うんですよね。あのコロナでね。 ということで、まあ、ロックアップはね、完璧に90日間なんですけども、はい、これもね、ちょっと今日のね、あの、物流の会社と似たような感じになるかどうかですけどもね、はい、これもね、見ていきたいと思います。はい、以上、IPO 関連でした。はい、続いて、クリーンエネルギー関連ですけども、はい、クリーンエネルギー関連ね、今日はね、ちょっとやっぱり渋かったですね、これはね、はい、で、 NPC 様は、まあ、ちょい下げでしたけども、まあ、これもね、チャートは全然死んでいないと思うので、はい。まだまだ全然いけるチャートだと思います。はい。頑張ってください。で、続いてですね、レノバ様。はい。レノバ様は、とちょい上げですね。5円上げ。うん。まあ、ちょっと陰線ですけども、5円上げということで、うん。まあ、このままね、まっすぐはちょっと上に上がらなそうなので、 一旦ね、まあこの辺ぐらいまでね、もう一回ちょっと押してきて、うんで、またね、こう上にギュンと行けばいいかなと思いますけどもね。はい。はい。まだまだ期待します。レノバ様、はい、頑張ってください。以上、クリーンエヌーカネでした。はい。今日の新ネタに行く前に、カブカパーダイスからのお知らせです。このチャンネルは、開始4ヶ月間で、チャンネル登録者1万人を突破いたしました。 本当に本当にありがとうございます皆さんのおかげですはいそしてそれを機に成長パートナーシッププログラムというものを開始いたしましたはい詳しくはこちらの動画をご覧ください是非一緒に成長していきましょうよろしくお願いいたしますはい続いて新ネタのコーナーですけどもはい新ネタまず日本金属なんですが まず日本金属がストップ高できましたね、はい。おめでとうございます。でねこれは今日ね材料が出てこれですね。はい、でリチウムイオンに変わる未来の電池ということで新開発のマグネシウム合金二次電池不極用新合金。でこれの会社向けにサンプルの試験提供を開始という IR をね日本金属がね出しましてね、はい。それでストップ高まで変わりましたね、はい。おめでとうございます。 うんでね、このマグネシウム電池二次電池っていうのはねあの前から、まあ、知ってる人も多いと思うんですけどもと今のねリチウムイオン電池のデメリットを解消する未来の電池ですということでねでそれの新開発したマグネシウム合金二次電池用の不極用新合金のサンプルを企業や研究機関の開発者向けに試験的に提供しますと。 いうことなんですよね。はい。ということでね、ストップ高はね、変わりましてね。はい。おめでとうございます。うん。まあね、これがでもね、6年前のね、あの、バテナイスとかね、が、あの、すごい活況だった時に、こういうのを出していたらね、あの、もっともっとね、3連続ストップ高ぐらいまでね、いったかもしれないですけどもね、まあ今そこまでのね、相場でもないので、 まあ、あれですけど、まあ、それでもね、そこそこはね、あの、面白い動きをするんじゃないかとね、思いますけどもね。はい。うん。まあ、試験的な提供とはいえね、あの、なかなか面白い話なんでね。はい。これでね、また、少しずつね、上がってくれればなと思いますけどね。はい。期待します。頑張ってください。はい。日本金属でした。続いて、あと、サンバイオとね、あと、モダリスなんですけども、まあ、今日はね、両方ともちょい下げぐらいなんですけども、はい。で、この2社がね、大引け後に、 クソ決算出して <laughs> あの、まあ、特にね、3バイオがねあの、すごいね、期待外れのね、決算出したんですよね。うん、ということで、この2社がね、3バイオとモダリスがねあの、ダメダメ期待外れのね、決算を出してしまったので、でまあ、これはだから、そこで、ね、ハンターがいよいよ動き出すチャンスが来ましたね。はいうんまあ、どのぐらいまで、ね、下げるかちょっとね、分かりませんけども、まあ、特にね、 3倍はストップ安になりそうなので、ストップ安1個ね、明日た、まあ、ストップ安として、その次の日にね、まあ、どの辺でね一旦リバルかっていうところだと思いますけどもね。うん、ということで、はい、まあ、2つもね、あの赤字なので、特に3倍用の赤字がその、今後の、ね、増資が来るんじゃないかっていうね、ちょっと恐怖感もあって、かなりね低いところまでね、売られる可能性はあるのでね。はい で、どっかでね、あの、でも必ずギバー来ると思うので、そのチャンスをね、狙う人もね、多いんじゃないかと思いますけどね。はい。以上、新ネタのコーナーでした。はい。続いて、12月15日の注目と言っていた中で、はい。まだね、お話ししていなかったのが、まずこの、新 A なんですけども、はい。今日ね、寄らずのストップができましたね。はい。おめでとうございます。うん。 ということで、これがね、明日4倍チャレンジになりましたんでね、はい。またどういう動きになるかね、見ていきたいと思います。はい。続いてですね、体の度なんですけどもと、昨日ね、いいキャスターが出てストップ高で引けたんですけどもね、今日はちょっとね、大きいね、陰線を引いてしまいましたね。はい。大きい線というか、上頻をつけたんですよね、でっかいね。うん。一時はね、ストップ高のね、直前まで行ったんですけどもね、はい。そこからね、こう、ガン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 ってね、 売られててしまってねで、結局はね、まあ、数パーセントを上げただけという、ちょっとね、悲しい感じになってしまい,いましたけども、しかし、うーん、まあね、これ、IPO なのでと、この辺で、ま近く参ってたね、しこった人たちが、まあ、売ってきたんであればね、これで受け止めてね、で、もう一回、こう、上げていくね、チャンスはね、まあ、きっとあると思うんですよね。まあ、このままね、こっからまた、この下にね、 そんなにこう下げていくっていうようなイメージはねちょっと今僕にはあまり見えないのでとこの浮気のね取りに行くっていう機会をねこうジグザグねしながらもねと行くんじゃないかと思うんですけどもねはいうんまあ期待感はねそれなりにあると思いますはい頑張ってください以上体ノートでした続いて DLE なんですけどもはいで DLE ね毎日見てますけど今日3%下げてしまいましたねうん むむむむむむ。ということで、えっとね、この直近の、ね、安値が327円なんですよね。で、まあ、それまではね、まだもうちょいね、あるんですよね。今日の終わり値が334円なので。なので、もうちょいはあるんですけども、もうかなりね、接近してきているので、で、このね、下値をね、割らせるつもりなのかどうかっていうところですね、これね。はい。まあ、空売り期間がね、しぶといですけどもね。なんか一発ね、 あの、バックアニアイ r が出てね、踏み上げ相場がね、始まんないかと思ってね、期待して見てるんですけどね、なかなかね、そういう状況にならないので、うん、まあ、頑張ってほしいですね。はい、以上、12月15日の注目銘柄でした。はい、続いて、と、12月16日の注目。はい。日本金属、深夜、体ノート、NPC、スターメン、 リバイレクメディカルネット田中科研 DLE 宮入りバルブ新日本理科天正電器はいこのように中心に見ていきたいなと思ってますはいそれではここで株価ブ,ブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます本当に本当にありがとうございます皆さん一緒に成長していきましょう今後ともよろしくお願いいたします はい、それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあねバイバーイ。